皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日はですね、軽井沢のホテルリトリロ軽井沢というところからですね、実況中継をしております。こんな感じのホテルです。ですね、今日は実は7月6日ということで、私の誕生日だったんで、記念すべき動画をですね、誕生日のこの軽井沢で撮ろうと思って、しっかり三脚も用意してたんですけれどもね、あいにくの、こんな感じで雨の中、それでもなんとかお届けしたいかなと思いまして、それでこちらの方の動画を撮ってます。本当に皆さんのお祝いのコメントを朝からいただいていて、すごく私も嬉しいなと、そして皆さんとこういう形で出会えたことを非常に感謝してますし、今年1年ですね、また来年に向かって40代最後のチャレンジということで、あまり40代とか意識してないんですけれどもね、楽しいワクワクする1年を過ごしていきたいと思います。で、私自身もですね、この1年は非常にいろんなことをチャレンジしていく予定ですので、傘持ってるんでガッツポーズができないんですけれども、どうか私のチャレンジ見守っててほしいですし、皆さんと共に成長できる1年にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは